はい、どうも、メンヘラおじさんです。おはようございます。まあ、風呂入って、ちょっと落ち着いたところでございます。で、まあ、ジャングルポケットの斉藤さんの話をさせてもらおうと思ってます。まあ、何日か前にあったんですけども、やっぱりまあ、中学校に行ってですね、いじめの話をこう、講演会でして、まあ、その話が結構まあ、盛り上がってるというか、でございます。で、まあ、その時に一応話した話っていうのが、まあ、小3から中学までひどいいじめを受けてましたというところで、彫刻刀で刺されたとか、あるいは、なんていうんですかね、まあ、学級委員会みたいなのがあってですね、こう、なんかあった時に、まあ、なんか斉藤の悪いところをですね、言ってけみたいなこと言われた時に、なんか死ねとかなんかめっちゃ言われたと、いうようなところで、あったと。こういうところです。で、自殺未遂もしたけれども、ちょっと頑張ってみようということで、まあ、なんとか逃れたところでございますと、いうところです。で、まあ、そういうことはね、やっぱり一生覚えてますしと、そいつを許さんということを言うてましたということなんです。で、まあ、そういうことでですね、まあ、なんていうんですか、まあまあ、まあ、そういう話をしたというところなんですけども、まあ、それがちょっと、記事で、載ったことによってですね、いじめてたやつが連絡してきて、言うたら俺じゃないよな、ということを言うてきたと。で、今俺にも家族がいるから、俺の名前出さんといてくれ、というのが、まあ、後日談、です、というところなんですね。で、まあ、一連の話と、まあ、その後の胸クソ話とか相まってですね、結構こう、話題になっているというところでございまして、おじさん自身もね、小3から小6まではいじめられてたんですよ。小3、小4に関してはいじめられてたし、いじめてた経験もあるというところですね。なんかまあ、小学校ってスクールカーストみたいな感じで、小中って大体そうじゃないですか。スクールカーストみたいになってて、で、まあ、あとは、いじめられたり、いじめたりみたいな、なんかそんな感じの、別に輪番制というわけではないですけども、なんか大ボスみたいなのがやっぱいて、大ボスって言っても、まあ、その、でかいとか、そんなんじゃなくて、まあ、言うたら、リーダー的なやつがいて、今はこいついじめようぜ、今はこいついじめようぜ、みたいな、なんかそういう感じ。で、いじめられた者同士はね、その学校が終わって、言うたら、団地っ子だったんで、団地とかやったら、まあ、言うたら、そういうことを遊ばんでもいいんで、あいつ嫌やな、って言いながらですね、あの時ごめんな、みたいなこと言いながら、まあ、遊んでくれたりとか、まあ、僕自身ちょっと塾行ってたんで、塾の時間が長かったっていうのがあってですね、あんまり、なんですかね、まあ、ちょっと学校に重きを置いてなかったところも多分良かったと思うんですね。ただ、5、6年の時は、言うたら、転校してですね、人間関係全部なかった中でのいじめだったので、結構辛かったですね。それも結局、まあ、5年の時は半年で引っ越したんで、まあ、塾行ってて、あんまりなんとも思わなかったです。6年の時はマジきつかったですね。で、しかも中学も一緒やったんで、どうしようかなと思ったんですけど、僕、中学校の時テニスを、まあ、やり始めて、で、まあ、意外と上手かったので、そこで頑張れたっていうのが1点と、成績が良かったですというところで、学級委員長とかずっとやってたんで、なんかその関係でそこまでなんかガリガリやられることもなくっていうのもあるし、まあ言うたら人間関係が大きく変わったんでね、なんか4つか5つぐらいの小学校が集まってできた中学校なんで、人間関係がガラッと変えれたんでよかったなというところです。もうそれもたまたまですけどね、絶対。はい。というようなところで、まあ、そういうところはもうやっぱり一生覚えてますし、というところです。で、会社入ってから、まあ言ったらいじめられて、まあうつ病になってっていうところがあるので、まあその嫌がらせをしてきた人とか、なんか、うぜえことを言ってきた人の名前とか、やっぱりやられたことっていうのはずっと覚えてますし、まあいつか仕返ししてやろうっていうのは一時期めっちゃあったんですけども、なんていうんですかね、まあ、一番いいのは自分が成功して、周りが羨むぐらいになるっていうのが一番いいなというふうに思えてきたんで、今それをしようという気はないというところなんですけども、
まあ、それもあるから YouTube 頑張ってるっていうのもあるんですね。YouTube で一発当てたら、そういう気持ちが起きなくなるかもっていうのが一つと、なんかあったら全部ここで暴露しちゃったらええねんっていう、その、二つですよね。まあ、肯定的な理由と否定的な理由がこんがらがって、やっぱり YouTube 頑張ろうというふうになってるんですけども、まあ、そうではない人、言うたらまあ、それを乗り越えられなくて、卑屈になってる人っていうのもたくさんいると思うんですよね。で、それだけ人間性を歪めたりしている奴らがこう社会で普通に生きているっていうのは、個人的にはまあちょっと許せへんな、胸くそやなとは思ったりはします。多分この斉藤さんに電話かけてきた、いじめてた人っていうのは多分普通に生活して家庭を持ってっていうことなので、多分いじめたことに対して何とも思ってなかったりもするですと。で、そういう奴は一回人生壊してやればいいのにとやっぱり俺やと思うんですけども、そこを何ともしないで、まあ、そのワンエピソードだけで終わらした斉藤さんっていうのはすごい大人やなと思うとともに、多分こう成功しているからこそ、そういうところを小さく、その男が小さく見えて、そんな雑魚のことなんかどうでもいいわっていう形で、まあ言ったら何もしないっていうことなのかなと言ったり、するところだと思います。はい、まあそんなところですね。まあ、どういじめをどういうふうに直せばいいのかって言ったら、もう相手に飛びかかってぶん殴るっていうことをするっていうことがまず一つと、なんだろうな、まあ、本当に相手よりも、勉強ができるようになるとか、あるいは、言うたら成功するっていうのが一番の復讐ですよね。それが綺麗な復讐ですけども、そうじゃなかった時は、やられっぱなしじゃなくて何かしらやり返した方がいいかなと。いや、それは、なんていうんですかね、そんなことないよ、話し合ってって言いますけども、大体そのいじめるやつって話し合いに応じるようなやつらじゃないんで、そんな人間のクズはですね、潰してしまった方がいいと思うんですよね。です。で、まあ、それか、もう言うたら、そんな雑魚は、ほっといてですね、自分は自分のやりたいことをやるんだって、まあ、これが一番綺麗なんですけども、なかなかね、難しい話だと思います。はい。で、おじさん自身も、まあ、言うたら、いじめてきた人っていうのがですね、まだ一緒の会社にいるんで、いろいろ思うところはあるんですけども、まあ、今自分の生活を何とかして、お給料もらって、やっていくっていうことに重きを置き、で、まあ、YouTube で、こう、言うたら、まあ、もうちょっとしたらですね、収益化するんで、まあ、それをしていくと、また、こう、流れも変わるかもしれないし、自分自身やりたいこととか、自己実現ができるかもしれないというところでですね、なんとか頑張っているところですので、よろしくお願いしますというところと、なんかいじめられた経験がある人はね、またシェアいただいて、で、まあそういう話もね、できればなというふうに思ってございます。以上です。